到着しました。すごいなんかバーみたいになってる。皆さんこんにちは、アイです。私は今どこに来てるでしょうか。こうバーじゃないんですよ。ここがですねこうなっているんですけど、ここが今日焼けサロンに来てるんですけど、ただの日焼けサロンじゃなくて黒く日焼けできるのもあるんですけど、ここが肌を美白、コラーゲンをこう光で浴びて肌を白くするっていう、その芸能人だったらそのフォーミニットのヒョナさんとか、あとアユーさんとかがこれをしてすごい白い肌を保ってるっていうのを聞いたので、今日はそれを体験しに来ました。でここが思ったよりは1回が1500円で10分この光を浴びるっていうのを、まあ継続したらどんどん白くなっていくっていう感じなんですけど、今日は1回ちょっと体験してみたいと思います。すごい芸能人たくさん来てます。効果あるんだろうな、カラとか。なんかそうだ、今思えば今がこれ顔だけの美白レーザーをしています。この顔だけ美白レーザーできる機械があるみたいで、これもここで売ってるらしいんですけど、家に欲しい本当に。ということで私も終わったらやっていきたいと思います。で今この美白する前にこのクリームを先に、どうやって塗るんだろう。いってらっしゃい。で塗る前にこのエッセンスを塗るともっと効果があるみたいなので、これを塗ってから始めます。うん、なんか普通のエッセンスって感じ。はい、で私もこの顔の機械やっていきたいと思います。でこのやる前にこのセラムを塗るともっと効果があるみたいなので、これを塗って、どうなってる？いい感じ。これ何分やるんですか？これを何分っていうのは聞いてないんですけど、まあ、10分くらいその待ってる間、これが3回だから私。え、これは1回いくらって？あ、なんか待ってる間これやっていいよって言われて。でも全然熱くはないんだね。まあ、こんなにあったかいって感じ。コラーゲンも浴びながらみたいな。でこのエッセンス塗らなきゃいけないので、ここはお化粧してこない方がいいなって感じですね。今から私も入ってきます。ここの部屋で楽しみ。じゃあ行ってきますね。じゃあ何個の楽しみかな。俺こそ焼いてけばだとしっかりはなんかこれ仕事の味があったりかなって思います。だから漢方安全意識を慣れるんだろうね。あ、1日に2回やったらもっと効果があるみたいな。ということで一回お化粧し直しますね。終わって出てきました。なんか白くなった気がするけど、なってますよね。すごい白くなったって。すごい1回で効果感じ取れました。ということは何回も通ったら多分もっともっと白くなるってことですね。火曜王者イビザっていうところに来ました。皆さんもぜひ韓国に来たら、白くなりたい方、黒くなりたい方、ぜひぜひこちらおすすめです。さあまた会いましょう。